Алоха, с вами Swordflame, и мы отправляемся к игровым автоматам. Погнали! おい、ひよこ虫、聞いていた話とだいぶ違うぞ。おかしいのです。ここには地獄のトサカたちが住んでたはずなのに。おーい。あ、トサカさん、これはどういうことなの？みんなは無事なの？それが困ったことに、ちょっと前から凶暴なモンスターが住み着いちゃって。けど安心して、みんなは無事よ。よかった。よし、なら、あとは俺たちに任せろ。うずみさん、お願いしていいの？曲がりなりにも俺は女神だぜ。こういう時こそ、俺の出番だ。どうせ住み着いたモンスターって言っても、外でうろついてるような奴らだろ。そんな雑魚なんざ、俺の相手じゃねえよ。かっこよく解決してやるから、見てな。ほんと、ありがとうございます。礼なんていらねえよ。それに、こんな状況じゃこっちものんびりゲームできたもんじゃないしな。うずめさんたち、ここには遊びに来たの？ああ、そうさ。だからモンスターを倒したら、一番面白いゲームを教えてくれないか？そのくらいお安い御用です。よっ。行くぜ。ピンチですよ。今のは攻撃？俺が全部終わらせる。手間をかけさせやがって。獅子粉塵。うわあ！だってよな。10年早いんだよ。どうだ？かっこよかっただろ？よっ。えいと。いくぜ。行くぜ。トーン。最初からクライマックスだよ。俺が全部終わらせる。うわあ！全部終わらせる。邪魔だ。私の番ですね。これだ。私にもできた。みんな、私の活躍を見てくれた。行くぜ。アイテムだな。行くぜ。獅子粉塵。けじめだー。
するじゃねえか。にしてやんよ。俺の番だな。うわあ！回復した方がいいかも。これが私の女神の力です。いけない子だね。さて、どいつにしようか。邪魔だ。もう迷いはありません。いけない子だね。待ってました。これが全部終わらせる。回復だな。ありがとうございます。よし、落ち着いていこう。私だって何しようかな。夏目せよ。女神の力見せてあげる。俺の番だな。けじめだ。なめるな。馬をかけさせやがって。かっこよく決めてやったぜ。待て、成長力が湧いてくるようです。よし、レベルアップだ。大丈夫、まだまだ頑張れます。どいつにしようか。また
いけない。デズデズにしてやるよ。はい、大勝利。よっ。行くぜ。行くぜ。トーン。行くぜ。獅子粉塵。うわあ！本性ゲーム。獅子にもできた。わあ！ありました。俺の番だな。チェストけじめだ。任せてください。レイ弱い。なぜ私のターン。レイ。さてどいつにしようか。よし、かっこよく決めてやったぜ。大丈夫、まだまだ頑張れます。俺が全部終わらせる。やった！奇襲
成功ですやんよ。獅子粉塵任せてください。本性を得るの確認本性いいじゃない。俺が全部終わらせる。私の番です、ね、ごめんなさい。悪い、回復してくれないか。よし、こんなところか。娘ったら飛ばしすぎだよ。私はもうヘトヘト。なんだね、ブチ、このぐらいでバテるなんてだらしないぞ。娘が張り切りすぎなんだって。ねえネプリア、え、私は別にこのくらいは慣れてるよ。ネプリアが裏切った。最近ネプッチはゴロゴロしながらプリンばかり食べていたからね。うずみさん、ありがとう。一族を代表して礼を言わせてもらうよ。礼なんていいって。お前らだって何度もシェアクリスタルを見つけてきてくれただろう。困っている時はお互い様だ。あ、これって地獄のトサカからのシェアです。やったね、ウズメ、ここでもシェアゲットだよ。もしかしてギャルゲーのヒロインの好感度みたいにモンスターたちの好感を得るとシェアが得られるのかもね。ウズメ、ねえ、ウズメってば。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。張り切りすぎたせいで腹が減ってちょっと立ちくらみをしただけだ。なんだ、何事かと思って心配しちゃったよ。まったく、娘ったら人騒がせなんだから。悪い悪い。はい、これこれってプリンだよな。そんじょそこらのプリンと思ったら大間違い。プラネティウノの女神である私が朝からずーっとポケットの中で温めた優しさ半分、女神の加護半分のとっておきのプリンなんだよ。お、おお、だから生温かいのか。さて、それではゲームの筐体がある場所に案内してもらえるかな。それなら向こうにあるわ、ついてきて。逃げられたか、すばしっこいやつめ。ネプギア、そっち行った。お願い。うん、任せて。やったよ、お姉ちゃん、ヘッドショットが決まった。やっぱりネプギアはうまいね。まさか2ステージ連続 MVP だなんてびっくりだよ。そうかな。またまた謙遜しちゃって。私の自慢の妹なんだから、もっと自信を持ちだよ。よし、次のステージこそは俺が MVP を取ってやるぜ。何よ、次こそは私が MVP 取るんだからね。うずめさん、すごく楽しそうですね。こんなに楽しそうなうずめさん初めて見るかも。今までデカブツのことばかりだったからな。俺もあんなにはしゃぐうずめは実に久しぶりだ。やはりうずめはあの顔の方が似合う。ねえネプギア、うまく当てるコツとかあるの？あるなら私にだけこっそり教えてくれないかな。打つときにはこうやって脇をしっかり締めて狙いを定めるな。そうすることで照準がブレずに。おい、ネプッチだけずるいぞ。俺にも教えろよ。いいですよ、じゃあうずめさんもお姉ちゃんと一緒にこっちに。お、ん、どうしたギアッチ。そうだそうだったんだ、そんな簡単なことだったんだよ。こんな簡単なことどうしてもっと早く気づかなかったんだろう。こっちの世界の問題を全部解決して私たちの世界に来てもらえばいいんだよ。それならみんなお別れしなくても済むよね。いやー、遊んだ遊んだ。
けど、ゲームってのはみんなで遊ぶとこんなに面白いんだな。こんなに楽しんじゃ毎日でも来たくなるぜ。そうですね、また一緒にゲームセンターに行きましょう。どうやら作戦成功みたいだね。ゲームで立ち直るなんて、そういうところはネプッチの妹って感じだな。ん？何のことですか？なんだ？うずめ、あそこだ。向こうに何かいるぞ。ウィーン。こんなやつが隠れてたのか。あのシルエットにあの装備、多分軍用の制圧兵器です。フレームの規格からの推測ですけど、おそらく AI も2世代前のものが使われていると思いますけど、あくまでそれは私たちの世界での場合、もしかしたら何か特別なプログラムや武装が組み込まれているかもしれないので気をつけてください。いつものネズギ屋に戻ったようだね。まあ何を言ってるのかさっぱりわからないけど、けど迷いを捨てたネプギアの強さは私が保証するよ。ならこんなガラクタなんざさっさとスクラップにしてやろうぜ。女神候補生だからって私のターン見ないでください。頑張れ。待て、ドイツにしようか。チェスト！はい！行きます！殲滅する。さて、ドイツにしようか。警護。ぬあ！警護。何をしようかな？ターゲット確認。弱すぎる。待ってました。さて、ドイツにしようか。警護。そりゃあ何をしようかな。警護。覚悟してください。警護。何をしようかな。いくよ。私が合わせます。俺の番だな。回復だな。私の番ですね。警護。倒れて。損傷警護。何をしようかな。活目せよ。なんてね。女神パープルハート、ここに剣山。内装損傷、損傷軽く。ロック撃ったとこです。発目してください。メガネネプギア、ここに降臨です。獅子粉塵。ふざけるな。私に任せて。もらった。損傷警護。ファイル。打っただけです。この場合なら獅子粉塵変身。大丈夫です。
私の番。どこ？外装損傷、損傷軽微。くるくるドリーム。デキメーター。損傷甚大、損傷甚大。うん、落ち着いていこう。一気に決めさせてもらう。この一撃に勝負をかける。帝国一戦、くるくるドリーム。損傷甚大、損傷甚大。全力でいきます。帝国私だって。誰がいてかしら。行くわよ。タイミングバッテリー。弱い。失敗。プラネキューノの女神の力見てくれたかしら。また一つ成長したわね。力が湧いてくるようです。夢が一つ叶っちゃった。はあ、見かけ倒しだったな。ねえお姉ちゃん、このロボット解体してもいいかな。いいけど散らかしちゃダメだからね。うん、わかった。どこから解体しようかな。やっぱり胸部からかな。それとも頭？けど足から順番にってのもいいよね。戦闘後第一声が解体ってのもすごいな。メカオタのところがデブギア唯一の個性みたいなものだからね。あん？どうしたのデブギア？転送装置のコアパーツの代用品発見しちゃった。本当？じゃあ転送装置が直せるんだね。他にも何か掘り出し物があるかも。他の場所も分解してみようっと。遊びに来たはずが飛んだ拾い物だったな。だな。ギアッチも元気になったし来てよかったぜ。悪い、回復してくれないか。これでやっと元の世界に帰れるぞ。けどこっちの世界に来ている間に仕事が溜まってると思うと素直に喜べないんだよね。うん、僕ごといういいすんの姿が目に浮かぶよ。それはこういった姿ですか。
そうそう、そんな感じで。で、イーズン、なんでイーズンと通信が繋がってるの？ごめんなさいお姉ちゃん、ちょうど修理が終わったからイーズンさんに連絡をしたところだったんです。ようやくお二人が戻ってこれると思って期待して通信を受けたら、まさかネプチューヌさんが私に対する口を聞くことになるなんて。ご希望でしたらこちらはネプギアさんと私に任せて、このままずっとそちらの世界にいてもいいんですよ。やだなイーズン、あれが私の本音なわけないじゃん。ほら今プラネテューヌで流行りのネプリカンジョークってやつだよ。なんですかネプリカンジョークって。まあいいでしょう、お説教するにもまずは帰ってきてもらいませんと。さて装置が治ったとなると次はどうエネルギー問題を解決するかだね。それならこいつらは使えないのか。それってシェアクリスタルですよね。そんな貴重なもの使えませんよ。そうだよ、それがなきゃ娘は女神化できないんだよ。大丈夫だって、ネプッチたちのおかげでデカブツは倒せたし、あとはポットでの紫ババアだけだろ。それに少しとはいえモンスターからシェアを得られるようになったんだ。今さらこんなに必要ねえよ。必要になったらなったでまた集めればいいだけだしな。いいだろフミオ。ああ、それがいい、俺も賛成だ。ありがとう娘のことは絶対忘れないからね。ああ、俺もだ、ネプッチたちのことは絶対忘れない。ではネプギアさん、私の指定する座標をエヌギアに入力してください。後の受験管転送の制御は私が行います。あのイーズンさん、帰るのもうちょっとだけ待ってもらえませんか。突然何を言い出すんですかネプギアさん。まさかネプチューヌさんの怠け癖がネプギアさんにまで移ってしまっただなんて。真面目なネプギアさんだけが救いだったのに、ネプギアさんがネプチューヌさん化してしまっては歴代の女神様たちに合わせる顔がありません。え、もしかして私ディスられてる。いえ、私はただ娘さんのお手伝いを最後までしてから帰りたいんです。娘さん、私あなたを最後までお手伝いします。だからマジェコンヌを倒して全部解決したら一緒に私たちの世界に来ませんか。そこならお姉ちゃんもいるし、美味しい食べ物だってゲームだってあります。だから一緒に行きませんか。ああ、なんだそういうことか。ネプッチといい、ギアッチといい、ほんとこの姉妹は優しいんだな。こんな俺のためにそこまで悩んでくれてさ、ありがとよギアッチ。じゃあお前の気持ちは嬉しいけど、ごめん一緒には行けねえ。どうしてですか、こんな誰もいない世界に一人ぼっちだなんて寂しすぎます。こんな世界だからだ。それに何が起こるか分かったもんじゃねえ。だから帰れるうちに帰りな。そんな、なんだこの音は。これはおそらく外からのようだ。モンスターどもよ、こんな建物壊してしまえ。私の計画を邪魔した者たちを逃してたまるものか。ちやっぱりてめえ、せっかくネペギアとウズメのいいシーンだったのに、どうしてぶち壊しにしちゃうかな。あの真面目でシリアスなシーンをいつ私の渾身のギャグでブレイクしてやろうかと思って、ず
ずっとタイミングを見計らってたのに。言っておくけど、シリアスブレイカーの二つ名はマザコングにはあげないんだからね。誰がマザコングか。それにシリアスブレイカーなど、そんな不名誉な二つ名などいらん。じゃあ目的は何なのさ。もしかして私から主役の座を奪う気？新次元デストロイヤーマジェコンヌか。ふん、貴様を倒して主役の座を奪うのも悪くはないな。ねえ聞いた？新次元デストロイヤーマジェコンヌだってさ。ブブブブーだ、ダメだよお姉ちゃん、本人は真面目なんだから笑っちゃう。けど今時デストロイはないだろう。デストロイはきっと本人は破壊者を名乗りたかったんだろう。しかし今時このセンスはちょっとな。うるせえ！いちいち上げ足を取りおって許さんぞ貴様ら。記念して恥ずかしがってるマジッチ、かわいい。お姉ちゃん、そろそろやめてあげなよ。あの手の痛い人って切れると何をするかわからないんだよ。その通りだ。いい年してあの見た目、まさに見える地雷と言えよ。最近の若者以上に切れたら何をするか分かったもんじゃない。デリケートに扱わねば。うへぇぇぇぇ。貴様ら、よくも人のことを好き勝手言ってくれたな。今日は邪魔をして貴様らを絶望のどん底に突き落とすつもりだけだったが、気分が変わった。今すぐに始末してやる。絶望のどん底、絶望のどん底だってさ。私ゲーム以外で使う人初めて見たよ。おかしい。どうやらネプッチの煽りも大概だが、おばさんの煽り体制のなさも問題のようだ。貴様、これ以上の侮辱は許さんぞ。行けモンスターたちよ、小娘ともども建物を壊してしまえ。みんな頑張ろうね。待ってました。獅子粉塵、よし撃破。すげえ。オーケーオーケー、俺が全部終わらせる。よし撃破。すげえ。チッ、数だけは嫌がれ。なあ！どうした貴様らの実力はこの程度か。数が多すぎる。一旦建物の中に逃げるんだ。あんなポットでのやつに背中を見せろってのか。そんなの格好悪すぎだろ。うずめ、落ち着くんだ。あいつの目的は転送装置を破壊してネプッチたちをこの世界から出さないこと。だから正直に戦わなくてもネプッチたちさえ逃がせば俺たちの勝ちだ。なるほどな。そういうことならさっさと切り上げだ。ネプッチ、ギアッチ、撤収だ。早く転送施設に入れ。作戦変更だ。詳しくは後で話す。今は早く中に入るんだ。これなら当分は入ってこれないだろう。もう最後の最後であんな大軍を引き連れて襲撃してくるなんて、あのおばさん性格悪すぎだよ。けどあんなにいるのにどうすれば。何、ギアッチが気にすることはねえよ。
今からお前らを転送する。早く装置に入ってくれ。いやいやいや、ダメだって。あんな大群がいるのに置いていけないよ。大丈夫だ。デカブツに比べれば数が多いだけの雑魚なんざ大したことないさ。どうやら扉が破られたようだね。時間がない。二人とも転送装置、そしてギアッチはイストワールに転送の合図を。それなら準備は整っています。皆さんの状況はこちらでもエヌギア経由で把握しています。よし、二人とも入ったな。まさかこんなに慌ただしいお別れになるとは思ってもいなかったが、向こうの世界に戻っても元気でな。娘こそ無理しちゃダメだよ。ああ、お前らが行ったら適当に逃げるさ。見つけたぞ小娘ども。もう来やがったか。じゃあな、ネプチン、ギアッチ。それでは転送始めます。チュ、今からでは止められんか。ならば貴様だけでも死ぬ。娘さん、危ない。な、ちょ、ネプギア、ネプギア。私、超次元に到着。浮かれてる場合じゃないよ。リーズ、大変だよ。ネプギアが。あれ、リーズ、おかしいな。いつもなら開口一番に形式上のお帰りなさいとお説教のコンボが飛んでくるはずなんだけど。おーい、リーズ。帰ってこれて何よりです。私のことなんかどうでもいいよ。それより今はイーズンだよ。どうしちゃったのさ。お恥ずかしながら少々スペック以上のことを頑張ってしまい。イーズン、そこまでして私たちのことを。ところでネプキア、ショートして故障。どうしよう。ちょっとネプコ、何帰ってくるなり騒いでるのよ。心配してたんだから挨拶くらいしに来なさいよね。アイちゃん、ナイスタイミングだよ。
私の昔からのお友達なんだ。ちょっと何よ気持ち悪い。そんなに私に会いたかったの？会いちゃー。こらこら、だから泣かないの。そして鼻水くっつけるな。だってイスが、イストワール様が、イストワール様、ちょっとネプコ、これは一体どういうことなの？それがカクカクチカチカの、カクカクうまうまなわけね。おお、さすがアイちゃん、これで通じるとは心の友よ。心の友かどうかはこの際どうでもいいとして、今はイストワール様をどうにかしましょう。ネプコ、イストワール様を運ぶの手伝ってちょうだい。さて、ひとまず寝かせたけど、これは困ったことになったわね。コンパを呼んだけど、果たしてイストワール様に私たちと同じ治療が効くかどうかね。お待たせです、アイちゃん。そしてネプネプ、お帰りなさいです。コンパ、久しぶりって、あれ、もしかしてあんまり私のことを心配してない？ネプネプが黙ってどこかに行くのは今に始まったことじゃないですから。さて、今回もひょっこり帰ってくると思ってたです。なんだろう、この信用されてるんだか雑に扱われてるんだか微妙な反応。この子はコンパ、アイちゃんと一緒で私のお友達なんだ。職業はまだ新人だけどナースで、公立の病院に勤務してるんだ。急に呼び出して悪かったわね。アイちゃんの頼みならこのくらいお安いご用です。久しぶりにネプネプにも会いたかったですし。早速だけど、イストワール様を見てくれるかしら？状態はさっきメールで伝えた時と変わってないわ。任せるです。と言いたいところですが、多分普通の治療方法じゃ無理だと思うです。確かイースンさんってすごく昔にいたプラネテューヌの女神様が作った人工生命体ですよね。そうそう、確か SC だったか SG だったか、そんな感じの女神様ね。ならイースンさんの取扱説明書とかないですか？あるなら、それに直し方が書いてあると思うです。取扱説明書って、さすがにそんなものはないんじゃないかしら。そうそう、家電じゃないんだから取扱説明書なのか。あるよ、取扱説明書あるよ。って本当にあるのね。うん、確か前にイーさんが取扱説明書がどうこうって言ってたのを覚えてるよ。でしたら、まずはそれを探すです。Thank you.
取扱説明書が見つかったわけだけど、故障かなと思ったら、のコーナーが多すぎて探すのに時間がかかりそうです。ならさ、この簡単診断シートをやってみようよ。該当する症状に対してイエスかノーで進めていくやつ。面白そうです。やってみるです。じゃあ始めるよ。意識がない、イエスです。次は体が冷たくなっている、これはノーね。じゃあ次、自動で再起動を何度も繰り返している、これもノーだよね。次はスペック以上のことを行った、なんだろう、このピンポイントの質問で実際はどうなのよ、ネプコ。そういえばリーズが気を失う前にスペック以上のことを頑張ってしまったとか言ってたよね。さすがイースーさんです。ダイイングメッセージとして手がかりを残してくれているです。こらこらコンパ、勝手に殺しちゃダメだって。ってことはイエスで進むと、あった、ショートしてます。三四郎のニューコンパチを当てましょう。気合で復活します。だって、気合で復活しますって、ずいぶんいい加減な修理方法ね。けどこれしか頼れるものがないなら、これを見つけるしか手がないです。そうね、そういうわけだから、ネプコ帰ってきて早々悪いけど探しに行ってきてちょうだい。オッケー。その言い方だと、もしかしてアイちゃんは来てくれない感じ？ついて行ってあげたいのは山々なんだけど、さすがに境界を開けることはできないわ。ただでさえ女神の転換期で物騒な空気してるし、何かあってからじゃ問題だわ。なら私が境界に残るからアイちゃんが行ってくるってのはどう？物探しならアイちゃんの方が得意だよね。そうなんだけど、教会や国内で大きなトラブルがあった時はどうするのよ。今まではイストワール様が何とかしてくれてたものの、あんたにその代役ができるっていうの？それは他の国ならそこんとこは女神様が処理してくれるけど、あんたができないんじゃ私が残るしかないじゃない。もっともなご意見で、なら今度は一緒についてきてくれるよね。私もついていきたいのですが、イースーさんに何かあるといけないですから。ネプネプ頑張るです。ああ、なんとなくそれは察してたよ。こっちでも情報や手がかりは探してあげるから、何か情報を手に入れたら連絡するわ。だからたまにはイストワール様のために頑張りなさい。私たちを頼ってくれてもいいんじゃないの？え？おかえり、ネプテューヌ。おかえりなさい、ネプテューヌさん。ノワールにユリちゃん、どうしてここに？
あなたがまたトラブルに巻き込まれてミストワールが倒れたから力を貸してくれって IF から連絡があったのよ。おー、さすが愛ちゃん、気が利く。あれ、それにしては来るの早くない？ね、別に今はそんな細かいことはどうだっていいでしょう。今重要なのはミストワールのことで。わかった、キトノワールのことだから。私に会いたくてマッハで飛んできたんでしょ。誰があなたに会いたくて飛んでくるものですか。私はただ同じ女神としてあなたに協力してあげようと思って。またまた、ノワールは素直じゃないんだから。素直じゃないってどういうことよ。別に私はあなたが帰ってこなくたって別に寂しくなんてないんだからね。さすがネプテューヌさん、お姉ちゃんの図星をついてる。それにしてもネプギアは何一人取り残されてるのよ。それなのに相談の連絡もくれないなんて、心配しているこっちの身にもなりなさいよね。やーい、ノワールの寂しがりや。だからこんなところで変なこと大声で言うのはやめなさいってば。あなた怪我はない？はい、私は大丈夫です。あなたの方こそ怪我はありませんか？私もこの通り平気よ。ほんとごめんなさいね、連れが変にはしゃぐものだから。いえ、こちらも少し考え事をしていたので。おあいこです。そう言ってもらえると助かるわ。それじゃあ私たちはこれで。もしかしてネプチューヌ様とノワール様？まったく、あなたのせいで迷惑かけちゃったじゃない。あれはどう見てもノワールがよそ見してたのが悪いんだってば。あの、口喧嘩もいいですけど、今はイストワールさんを助けるのが先だと思うんですけど。あ、そうだったそうだった、三四郎の入魂パッチってのを見つけなきゃいけないんだけど、ノワールはどこにあるか知らない？三四郎の入魂パッチ、アイテム自体は聞いたことないけど、三四郎ってのはプラネティウヌの偉人よね。ならプラネティウヌのどこかにあるんじゃないの？それが分かれば苦労はしないよ。じゃあ手分けして探しましょう。2時間後にまたここで。ユニ、行くわよ。いやー、さすがノワール。口ではなんだかんだ言ってても手伝ってくれるなんて、まさにずっつんでるって感じだね。とりあえず私も探してみようっと。今情報を集めて全力疾走している私はプラネテューヌを守護するごく一般的な女神様。強いて違うところを挙げるとすれば、女神化前と女神化後の姿がすごく違うことかな。名前はネプテューヌ。そんなわけで、ショーとして寝込んだイースンを助けるためのアイテム情報を求めて公園にやってきたのだった。ふと見るとベンチに一人の若い男が座っていた。語らないか。よくわからないけど、パッと見残念イケメンのお兄さんと話をすることになった。お兄さんは私と何のお話がしたいの？ことと場合によっては通報しちゃうけどね。安心したまえ。あいにく君は私のストライクゾーンの外にいる。それで話したいことというのは、この国の女神ネプテューヌ様のことだ。聞けば最近は公務にも姿を見せず、引きこもって遊んでいるそうではないか。しかも数年前から胸が全くと言っていいほど成長していない。つまりペタンコのままだ。おそらともかく、前者は何か事情があってのことじゃないかな。ほら、体調を崩したとか、お仕事でどこか遠くに行っていたとかさ。なるほど、
そういう考え方もあるのか。お兄さんってネット上の書き込みとか真に受けるタイプでしょ。どうかの女神様を疑ったんだね。なぜそれを。だってお兄さんそんな顔してるもん。けどそんな根も葉もない噂を信じちゃダメだよ。偉い人も嘘は嘘であると見抜ける人でないと、かっこ掲示板を使うのはかっこ閉じ難しいって言ってるし、お兄さんはもう少し自分の考えに自信を持った方がいいと思うな。悪意のある人が面白本文で変な噂を流すことだってあるんだからさ。確かにお嬢ちゃんの言う通りだ。すまない、君のおかげで目が覚めたよ。それじゃあ私はこれで。いきなり名指しで批判された時はどうなるかと思ったけど、なんとかなるものだね。けど一体誰、ネットで私の変な噂を書いてるのは。Итак, на этом моменте мы это видео закончим. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!